バンビアにさっき行かれた方いらっしゃるそうです。まあ私も感謝します。関係ないですよ、ね、半減罰で自衛隊ふざけんなくてでもボランティアに行ったりそれすることにはいいんですよ。ただやっぱりですよ、自分のために動いてくださる方には感謝すべきでしょう。感謝の一言も言えないんだったら自衛隊に救われなきゃいい。でもそういうわけにはいきません。自衛隊の方々、外国人だろうといわゆる反日国家と言われてしまう中国人や韓国人であっても被災者だったら救うために自衛隊頑張って動きます。ありがたいじゃないですか。いわゆる左翼、普段から反自衛隊、自衛隊嫌だって言っている人でも立川で被災したら自衛隊救おうと動いてくださるんですよ。だったらどうするんですか。照れ隠しじゃないけどまずありがとうございますって言ったらいいんですよ。でそれからですね、もう一つ言わせていただきます。先ほど防災訓練に自衛隊が参加するから防災訓練をやめろっていうふうなデモ行進があります。自衛隊が参加する防災訓練は防災じゃなくて軍事訓練らしいです。バカかと、ね、それから安倍総理が参加する防災訓練は政治家とバカかと。安倍総理がここに来て原発推進運動やるんですか。違うでしょ。大喜利大会じゃねえんだよ今日はよ。左翼の大喜利大会じゃねえんだよバカかと。安倍総理が来るからって、ここで安倍総理が安保関連の宣伝やるか。やったら私もここにいます。やめろって、今日は防災の日だから。いいですか。いわゆる左翼さんが防災訓練に安保反対に来ますけども、おかと違いですよ。安保の日じゃありません、防災の日です。反自衛隊の方々がここに来て防災訓練やめろって言うんですけども、防災って書いてアップって読むんですか。読むわけないでしょ、ね、政治活動置いときます。自衛隊の動き置いときます。今日は防災訓練、自衛隊も消防の方も警察も含めて災害の時にどうやって身を守るかっていうのを、ね、考える気でしょ。政治活動やる日じゃないんですよ。ここで政治活動やるべきじゃないんですよ。安倍総理の安保論とかそういうのどうでもいいんです。安倍総理は防災訓練見に来たんですよ。安保法を通しに来たんじゃないんですよ。ここは霞が関かと。違いますよね。立川に安倍総理が防災訓練を視察に来られます。当然ですよ。何かあった時に安倍総理が指揮を出せないんだったら指揮官として失格。すなわち安倍総理は2度目の仮に2度目の関東大震災があったら指揮を出して自衛隊の方、消防の方、警察の方に動いていただいて速やかな人命救助が行われるよう視察に来る。安倍総理は何かあった時に指揮が出せるように視察に来るんですよ。どうか皆さんもですね、まあ、そういうふうに思われている方、普通の方はそういうの思われないと思いますけども、今日ですね、まあ、原点に戻ります。自衛隊、消防、警察、多くの方がですね 3.11 の時、山梨の大雪の時、御嶽山の時、多くの時にですね、人命救助に動いてくださいました。我々本当に感謝しております。今日防災訓練ということでですね、自衛隊の方々が我々のようなペーペーの市民に普段の厳しい訓練見せてくださいます。だからありがとうございます、頑張ってくださいということをですね、勝手ながら大きな声で激励させていただきに来ました。ちょっと大きな声ですね、まだ出しますけどすいません、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではやりなさい。立川駅へご通行中の皆様をお騒がせしております。私たちはですね、今日立川で、9月1日の、関東大震災があった日に、毎年行われる、消防訓練に対して、これね、激励の外旋を、行うためにちょっとね、これ外旋させてもらいます。私たちがね、まあ、外旋かつ、まあね、先ほどの弁士の方もおっしゃったように、
こんなことでね、私たちみたいな人間が、こんなね、大きなスピーカー使って大騒ぎするのは本当にね、ちょっと場違いなんですけども、これというのもですね、これ、わかりました、黙祷で、はい。ということで、11時58分、関東大震災が起こった時間ということで、あと5分ぐらいしたら黙祷させてもらいますので、よろしくお願いします。そういうことでですね、私たちがここでね、なんでここで外交するかというと、ですね、反危機、反政府、反戦争法案ですか、戦争法案というのはよく何のことだかよくわかんないんですけども、言ってるね、いわゆるね、左側の人たち、左翼の人たちがね、なんかデモ行進をするというので、私たちはね、これ、まあ、カウンターの意味も込めて、まあ守るといってはなんですけども、私たちのようなね、反対する人間ばっかり、反対する人間ばかりじゃなくて、私たちのように、自衛隊を応援、海上保安庁を応援、警察を応援、消防隊を、訓練を応援するという形で、声を上げる人間がいてもいいんじゃないかなという形で、ことで、ここでね、少し解説させてもらいます。本当にね、こういうことで、消防訓練のね、本当にね、大規模な消防訓練や、災害訓練ということで、今、立川で安倍総理も、来て参加していらっしゃるみたいなんですけども、本当にね、それに対して、高層向けのね、左側の人たちが文句をつけているんですよ。なんて言ってるかというと、このブログがあったんですけども、インターネットで。今回は、例年の訓練より規模が大きくない安倍晋三首相が視察と称して、治安訓練を賛美する政治上として、成立することは間違いないということを書いてあるんです。何を言ってるんだと、聞いてる皆さん、そう思いませんか？政治表って何ですか？エビの場所ちょっと勝手に決めつけてね、こういうことやってるんですよ。総合訓練ですよ。災害の訓練をするのはもうずっとこれはね、必要なことじゃないですか。彼らは、それで彼らはね、こう、なんかでこういうのも言ってるんですよ。子どもの人権無視の強制動員だと言ってるんですよ。子供小学校でね、昔から私たちも関東大震災があってから、私たちがね、子供の頃、小学校、中学校で消防訓練受けたじゃないですか。それは、そんなのはずっとやってる当たり前のことなんですよ。災害のため、急に地震とかね、そういう、津波とかね、そういうことは本当に、いつ起こるか分かりません。4年前にあった東日本大震災もそうです。で、そういう災害、ここはね、立川で陸地で海は水はないんです。水はないんですけども、海はないんですけども、そういう時の場合にね、避難する広いところに、建物の周りが建物がないとか、落ちてくるものがないところに避難するとかね、そういうね、避難訓練は年に1回、ちゃんとね、きちんとやってないと体が動かないし、判断力もつかないんですよ。判断力もなくなっちゃうんですよ。つかないんですよ。だから、毎年1回避難訓練するのは、老いも若きも当たり前のことなんですよ。本当にね、今、立川駅で、立川、ご通行の皆さん、本当にね、避難訓練を使いがないです。私たちはね、ちょっと外部の人間なんで、こういう訓練にちょっと参加できなくて申し訳ないんですけども、私たちはここで外線してるのは、本当にね、自衛隊、消防庁、警察、海上保安庁、そしてね、ボランティアの方々、本当にね、訓練するということで、その訓練に対してね、ケチをつけてる、いわゆるね、反政府、反原発とかね、そういうね、よくわからない人を混ぜ込んでる人たち、1時間ぐらいものね、ここでね、車でね、なんかね、言ってました、戦争法案反対とかね、わけわかんないこと言ってる人たちがね、通ってたんですよ。これからね、12時過ぎから、なんかデモは始まるそうなんで、始まるそうなんで、それに対してですね、まあ、私たちもね、微力ながら、こういうね、反対する声だけじゃないと、こういうね、反対する声に負けないようにと、私たち一般市民が、ここでね、この昭和記念公園の前に少し場所を取ってもらって、そのね、お前たちのやってることは間違ってるし、私たちは自衛隊、消防署、警察、海上保安庁、あと、ボランティアの方々は応援してますと、頑張ってくださいと、そういう激励のね、意味も込めて、これ、凱旋しております。本当にね、年に1回の訓練大事です。訓練はね、やっとかないと、本当に忘れちゃいます。いざという時にね、何が起こっても大丈夫なのに備えをすることは、特に大切なことです。このね、日本は、ヨーロッパとかね、中東とかね、地盤のしっかりしたところは嫌い、いつ地震が、大地震が起こるか分かりません。そういうのもあって、必ずね、訓練をするということは、本当にね、私たちが子供の頃から、叩き込まれていることなんですよ。これに関してね、
黙祷ですね、もう少しで。ちょっとね、関東大震災が起こった時間に58分になりますので、ちょっと黙祷させてもらいます。ということで、1分間の黙祷をしました。私たちはここで、消防訓練している、自衛隊の方々、消防署の方々、警察の方々、海上保安庁、ボランティアの方々、邪魔を目的としたわけではなく、犠牲の、外旋をするために、ここで、少し外旋させてもらいますと、私たちはね、本当にね、訓練にはちょっとね、地元の人間じゃないで参加できませんけども、訓練することは大事ということで、ここでね、今日これからね、12日から、いわゆるね、外部の方々、非反対の方々、戦争反対の方々、そういう方々が、このね、反対のなんとね、防衛訓練を反対する、災害防災訓練を反対する方々が、でそういうで防災訓練反対のデモをするというとんでもない、よくわからないことをするということで、少しここで、外旋をさせてもらいます、外旋を、させてもらいます、ということでね、話の続きなんですけども、このね、この方々のブログを読むとですね、子どもの人権とかね言いながらね、災害をねボイコットする、そういう災害にね軍隊、まあ、自衛隊のことだと思うんですけど、自衛隊ね、アメリカ軍と協力している、自衛隊に参加させるなと、そういう、ね、申し入れを、ね、何度も行っているそうです。彼らデモする側は、それに対して、ね、これでいろいろあると思うんですけどね、私の、ね、個人的な感情を出してもらうと、本当に、防災訓練を否定するのはバカなことだと思うし、この日本でね、必要が保たれているのは本当にね、そういう防災訓練、いざという時に体が訓練をしておかないと体はできません、体で覚えておかないと、訓練できません、訓練の、ね、成果というかね、災害が起こった時に、体が動きません。東日本大震災でも東北の方々、本当にね、残念ながら津波に飲み込まれて亡くなった方もいますけど、防災訓練でね、わずかな犠牲で済んだという、そういうね、町や村もあります。ということでね、訓練というのは大事なんですけど、この訓練がね、自衛隊が参加しているというだけで、安倍総理が、今回視察に来るというだけで気に食わないというだけで、反対するね、バカな人たちがこれからデモ行進しますので、皆さんもね、そういうデモ行進する方々はそういうバカな人たちなんだと、そういうね、ことを、思いながらね、見ていただければ、そのデモ行進を見ていただければいいかなと思います。それでね、私がね、ちょっと思ったのはね、こういうね、防災訓練に子どもたちを参加させない、防災訓練に子どもたちを参加させないっていうのはね、本当にね、子どもたちの立場からしてみればどうかなって私は思ったんですよ。で、本当にね、8月のね、夏休みが終わって9月1日で防災訓練、すぐやるわけですけどね、子どもたちからしてみればね、勉強をやるよりね、勉強するより、防災訓練に参加した方がね、夏休み明けでね、一回勉強とかね、やるよりは防災訓練した方がいいって絶対そう思ってるんですよ。私もね、そう思ってました。子供の頃、小学校の頃、学生の頃はね、勉強するよりは夏休み明けるっていうのはまだまだね、休みたいっていう子供たちの、ね、子供の頃にそう思って
ていうそう思ったんですよ。ですからね、このね防災訓練、子どもたちがね、まあちょっとね、煩わしいかと思いますけども、本当に大事なことなんで、防災訓練というのはね、やっていく、ダラダラしてるね消防隊員、来てくださった消防隊員の方にね怒られたりとか、子どもの頃私もいろいろしたんですけども、本当にね大事なことなんですけども、まあねこの子どもたちの立場からすれば、学校のね2学期始まってすぐ、まあ、勉強しないでいいっていうのは本当にね、いいことっていうかね、本当にねそういうことで、子どもたちはねそんなにね、そういうね防災訓練に、そんなにね悪い印象は持ってないと思います。ちょっと煩わしいと思いますけどね。でもそれはね、本当に皆さんの命を守る、そしてね、犠牲を少なくするそういうための訓練なんで、そういうことでね、これからね防災訓練、本当にね、安倍総理も参加するということで、財布の方々が仲介増やしてます。立川のね自衛隊を監視している、そういうね、団体の方々が中心になってデモをしていると思いますけども、本当に私たちはそういうことに、ね、対して、政治を絡ませるなと、命はね大事なのはね、どちらの立場からも同じことですよ。そういうことでね、私たちは、自衛隊、消防署、警察、ボランティアの方々、海上保安庁、そういう人々が、激励するために頑張ってほしいと、訓練、本当にね、訓練もね、本当にね、真剣にやらないといつ事故が起きるかもしれませんし、遊びでやったら怒られますから、本当に真剣にやってるというのは私たちも十分分かっておりますので、ぜひともね、その点はね、分かって、やっておりますのでね、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。そろそろ、変化でございますかもしれませんが、続いてください。本当にもう変化しておりますので、反防災訓練なんてね、日本人ですね。